アメリカと北朝鮮の首脳会談の開催に懐疑的な声も出始める中トランプ大統領と金正恩委員長を一緒に並べた記念コインがアメリカの政府機関によって制作されていたことが明らかになり物議を醸していますニューヨーク・タイムズによりますと記念コインを制作したのはホワイトハウス通信局と呼ばれる政府機関の1つで アメリカと北朝鮮の旗を背景にトランプ大統領とキム委員長が向き合う姿が描かれていますまたハングルで平和会談と表記しキム委員長の肩書きについては最高指導者と紹介していますただ北朝鮮が会談中止の可能性を示唆して以降会談の開催に懐疑的な声も出始めていて コインの政策はトランプ政権の前のめりな姿勢の表れと批判を呼んでいます。これに対してホワイトハウスはデザインや製造に関わっていないとの声明を発表し、問題の引けしに追われています。